ロクムスロングトレイルなんだ。辛いパターンの人が。おはようございます。登山系ジロリアン YouTuber のスルメ川です。本日は飯能アルプス、というところトレラン、したいと思います。まずは天覧山、行って遠野瀬山、そして、大高山で最後は根の権現、その後は阿賀野駅まで走りたいと思います。今日はめちゃくちゃいい天気。飯能駅からスタートです。飯能北口から飯能市街地走ってます。山のすすめの罠がいっぱいあるね。山のすすめっていうアニメで飯能アルプスを縦走しましたね。まあ、ということで山のすすめの聖地になってみたいです。おはようございます。16山頂。もう景色いいね。スカイツリー見える。富士山。ロングトレイルなんだ。105キロ中の 0.6 キロ。行きましょう。遠野瀬山階段がたくさんあるよ。飯能山。Top of Mount 遠野瀬山。よし、いい感じですよ。飯能アルプスは小さいジグザグの山が何個も連なっているので、相当アップダウンを繰り返すらしいですので、最初は飛ばさず体を温めてから走るようにしましょう。遠野瀬山山頂です。もうすぐで。おお、いい感じの山頂です。遠野瀬山は天覧山。遠野瀬山2.5 キロ奥武蔵山のトレイ。伊藤さんか。
ごめん。やっぱ分かりづらいところあるんですけど、奥多摩ロングトレイルの看板を見てるけどいいかもしれないですね。とりあえず方向的には御嶽神社、御嶽神社なんちゃら坂に向かってます。大黒山神社なかったんだけど、次は福須ミケルンというところに向かってますけれども、一回登山口に降りてロード走ってまた登り始めるっぽいですね。細かいアップダウンが足を削っていくんだろうな。よいしょ。川になってる。次はこっち、奥多摩ロング。わっ、かまど、久住坂、天角坂。久住ケルン、This is久住ケルン、天角山、雲立ロングトレイル、久住ケルンの左。いすげえ、これはえぐい、マジで何回も登る、登っては降りて、登っては降りて、つらい。東峠、天角山、こっちだ。登り口1分下る、天角山登山口。ちょうど今10時、スタートから2時間で 9.5 キロぐらい、天角山まで 0.8。 天角山です。そろそろ天角山、雲取り、10キロか。なんだろう、大高山まで、コースタイム80分。巻き道、サンキュー。2連チャンの激坂登り、もうその上が大高山かな。大高山山頂、大高山か、イエー、493。やっと根の権現の標識見えてきた。
もんね、これね。すげえ上がる。今、根の権現に向かっている途中です、距離が15キロで時間は3時間半かかってます、全然進まないですわ。ほんと登り降りの繰り返し、きついね。みんなすごい、コブがある。気持ち悪い。スズメバチの姿だった。コースタイムあと1時間ですね。すぐ中ボス540m。ここがスルギ、根の権現、あっちです。もうちょっとで根の権現。厳しい、山道厳しい。行くんさし、大輪山ウートインコンリュース。立派だね。わお、ナイス、ナイスデザイン。仁王像が書いてある。かわよい。よし、じゃあ ここから降りるんだな。これも触れ合いの道なんだ。ゴール、というわけで飯能アルプスやってきました。マジでね、全然走れないです。ノコギリみたいな山々登ったり降りたり で距離が23キロの獲得標高が 1800m、 5時間20分。なんか距離と標高差より気持ちが疲れました。でもこれいいトレーニングになりそうです。まあしばらくやんないですけど、ということで、これから温泉入って美味しいもの食べに行きます。お疲れ様でした。